さあ今日もお持ち寄りいただきましたトークテーマの鍋に投入する時間がやってまいりました。はい、恐れ入ります。これわざなんでこの鍋入れるの自分のテーマ払うんだな。一緒だろこれ。じゃあこれは視聴者さんのリクエストということで、はい、恒例の儀式ですんで蓋します。で、一応はい、こういう、ね、こんな感じでよいしょ。あ、これぐらいしたらちゃんと混ざったんじゃないですかね。もう見てないから大丈夫だよ。はい、はい、それでは長谷川さんから。はい、じゃあしょうがない、はい、これ取るしかない。どうでしょうか。あれ、俺が入れたやつ出てきた、出てきた。これは本当に偶然ですよ。はい、では長谷川さん、はい、テーマは停戦クエスチョンマークとあります。はい、いやこれはね、ウクライナの話よ。ウクライナの話、はい、でウクライナの話はほら今反転攻勢やってるんだよね。でまあスローリアンドステディ、って言って、まあ、要するにゆっくりやってるけども着実にまあ陣地取り返してるよねと、はい、いうことまでは報じられているんだけど、全然日本では報じられてないのは、実はアメリカが水面下で停戦の可能性をロシアと直接探ってるっていう動きがあるわけ。はあ、それはね、最初はアメリカの NBC っていうテレビが報じたんだけど、どういうことかっていうと、4月に、はい、ラブロフ外相がニューヨークに来たでしょ。ニューヨークで国連安保理の議長だから。でその時から始まったんだけど、その時に実はアメリカ側の政府関係者じゃないんだけど、はい、もう外交界の大立て者たちがラブロフと会ったわけ、具体的に言うと外交問題評議会っていうフォーリンアフェアーズっていう有名なね、はい、雑誌を出しているところの前会長、この間つい最近辞めたんだけど、そこのリチャード・ハースさんって人がいて、この方ははっきり言ってもう現役を退いてるんだけども、実はいまだにアメリカの外交界では大変な影響力を持ってるわけ。はっきり言ってもう大統領補佐官以上持ってるんじゃないかと思うぐらいだよね。そのリチャード・ハースとその子分たちっていうかね、まあ子分って言ったら失礼だけど、リチャードカプランとかね、ジョージ・ダウンのカプランとかがその非公式協議をラブロフとやったわけ。1.5、それ実は 1.5 トラックって言われてるんだけど、それやってて、最初に出た時はこれ1回なのか継続なのか何回かやってんのかちょっとよく分かんないけど、とにかくそういう水面下の秘密協議やってるってことだけ出たわけ。そしたらね、それで私すぐそれ気がついてコラムにも書いたんだけど、そしたら1週間ぐらいしたらね、今度モスクワタイムズっていうね、誰も知らない英字新聞があって、このモスクワタイムズにその非公式協議に出てた元外交官が、アメリカの外交官が、まあ内幕を結構喋ったのよ、匿名で、はい、いや会ってたよっていうわけ、うん、でリチャード・ハース自身も自分のブログで、昨日 NBC が流れたけど、本当にその通り俺は会ってると、っていう、もう自ら認めてたんだけど、それに加えてモスクワタイムズにその元外交官が出てきて会ってるよと、はい、で一月に最低2回だと、で俺はもうこの件でもう3回もモスクワに来てると、うん、でネットで会議をずっとやってると、っていうことを喋って、何を考えてるかっていうと、要するに停戦協議だよ。本当のところもうクリミアはと今回の攻勢では取り戻せない、それはもう分かってると、ね、だからクリミアの扱いどうすんのとか、どこまで行ったらロシアは停戦してくれんのとか、そういう話のもう相談事を実はもうやってますっていうことが、その人が全部喋っちゃったわけ。落としどころと喋っちゃったわけ。半分アドバルンだよ、それはもちろん半分アド、世界の反響を見るアドバルン、ね、でかつ大事なことは、これはウクライナのゼレンスキー大統領以下は全然関わってないわけ、完全にアメリカとロシアだけなの。頭越しですか。頭越しだから、それに対して批判も出てるわけ、お前ウクライナ抜きでは何もしないって言ってたじゃんか、バイデンはね、と、でも俺たち別に政権じゃないから、政権じゃないから、単なる頭の体操だって、頭の体操だけども、実は頭の体操じゃなくて、そういうものが下敷きになってくるわけですよ、実際のところはね、はい、これまでもそういう例はたくさんあるから、非公式協議で頭の体操をしつつ、それをやがて公式協議にうちに上げるっていうね、はい、そこでもう議論されてるのは、要するに当事者のロシアと、それからウクライナと、
それからアメリカと EU、それからあとグローバルサウス、こういう人たちの競技体が必要だよねみたいなことまでもう喋ってない、でクリミアはもう取り戻せないよねみたいな、クリミアは後回しだよねみたいなということももうふわっと出てるわけ、でっていうこと話が実はまあこのところ、先々週かなモスクワタイムズに出て、そしたらもう私も昨日あたりチェックしてみるともういろんなところで結構大反響で、あの有力な元外交官や官僚たちが、まあ、この 1.5 協議について、まあ、どう思うかみたいなのがもうバンパカバンパカ今出てるわけ。日本では全く報じられてない、けども英語社会英語コミュニティの中ではもうこれはもうみんな全員知ってる話だ、だってそれだけリチャード・ハースがやってんだから、リチャード・ハース知らない外交官なんかいないからね、はっきり言って。そこまでの、で私のもっとさらに言えば、まあ、はっきり言ってバイデンはもうほとんど認知症で、まあ、もうかなりもう危ないんだよ、危ういわけ、いろんな発言がもう本当にぶっ飛んじゃってるから、発言が、まあ、認知症絡みでね。この間もなんか女王陛下万歳って言っちゃったとか、女王陛下万歳って言ったとかね、あと太平洋の横断の鉄道計画からとかね、意味不明なことを言っててさ、そうですね、わけわかんなくなっちゃってるわけ、だからそんなバイデン政権に比べれば、はっきり言ってリチャード・ハースたちの方がはるかにまともなんで、私は事実上この話、停戦のまとめの話はバイデン政権ではないけども、バイデン政権以上にこの話が実質的な意味を持ってくるっていう可能性は高いなと実は見てるんですよ。だから戦争はウクライナの戦場でもちろん戦ってるけども、あ、そうそう、もう一回もっと大事なこと言うと、そうそう、この協議がね、実は最近この壁にぶち当たっちゃったと、で壁にぶち当たった最も根本的な理由はプーチンその人だと、だからプーチンでなく反体制派のエリートと接触すべきだっていうことまで喋ってるわけ、その人が。で、反体制派エリートが新しい指導者を望むなら、その別の指導者と交渉すれば協議が前進する可能性があると。例えばナワリヌイ氏のような、ナワリヌイはエリートじゃないから、まあ、要するに完全に、あの人はほら刑務所に入ってるでしょ、そうじゃなく、クレムリンの中での、プーチンに反逆するクーデター分子だよ、こういう人と接触すべきだみたいなことまで喋ってるわけ。だからこれ全部アドバルーンもあるけども、要するに彼らの射程はもうはっきり言ってプーチン排除で、この協議を進めたらどうかなみたいなことまで、もうペラ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 喋ってるわけよ。だからもちろん何度も言うけど、アドバルーン的な意味もあるんだよ、そうやって揺さぶってる、モスクワを、だからあのウクライナの戦場だけでなく、モスクワの水面下で、動いてるんだよね、でもっと言うと CIA と、イギリスの MI6 が、の長官が、もう今スパイリクルートしてるって言ってるじゃん、もう公然と言ってるんだよ、もう、CIA の、 あのバーンズと MI6 の、 あの長官がね、ということは実はもう秘密作戦はもう動いているんだよ、はっきり言うと、だから私はそこがすごく興味深いなと思って今見てるわけ。はあ、高橋さんいかがですか。まあ、こういうのやるときにさ、アメリカの国内事情がまずあるからな、大統領選挙でしょうねと思うよね、だからそれポイントがあるとすればそこだよなと、そこに何か向けてあるよねと、でもともと一番最初のときにあの、今でこそあのゼレンスキーはさ、すごい強気なこと言ってるけどさ、一番最初の最初だとこの、 あの東部2州の話についても、まあ、ギブアップしていいような話もしてたんだよな、昔はな、あのクリミア のみならず、だからさ、あの最ボトムのなんていうかな、線を引くとすると、あのクリミアと東部2州っていうのは、まあ係争中かなんかにしてっていう話が一番最初に出てたよね、だから最後そこに戻るっていうか、東部2州のところどうするかってだけがちょっと大変なんだって、ね、それにしたら、まあ、あのなんていうかな、あのプーチンの人は多分それいうふうな落としだったらプーチンも多分 OK だと思うけどね、最初からね、だからそういうのはいつもいつも行われてるけど、それが実際どうなるかっていうのは分からないな、これはな、まあ、あの大統領選挙の時に票になると思ったらやるかもしれないし、最終的にやるのは政権だから、
うん、どんなに頑張って穴作っててもやらないからね、最終的には政権がやるんだよな、はい、だからそれがだからその、うん、地方かもしれないけど大統領選でプラスになると思えばやるだろうなというふうにが感じかな私がな、うん、だから全然でも武器をずっと供与してて供与しなくなったら全部すぐ負けるって分かってたから、うん、要するにそれはゼレンスキー抜きでできるんだよね、うん、それはあの、うん、だって武器供与止めたら終わりだからね、うん、だからそういう意味で武器供与してる人が、まあ、アメリカがほとんどだけど、うん、それが、まあ、あのイニシアチブ持ってるのは当然その通り、でもイニシアチブ持っていろんな案があるけれどやるのは最後バイデン政権になっちゃうよね、だバイデン政権が自分の次の選挙で有利になるかなんないかっていうので決めるんじゃないかな、うん、さてさて今週はこちらで盛り上がってください。じゃじゃん、8月4日夜8時から第16回闇鍋ジャーナル夜鍋を開催します。今回は中国に詳しい中川浩二さんと IT ジャーナリスト宮脇敦さんのお二方です。今回、夜鍋初登場の宮脇さんですが19時30分ぐらいご自身の YouTube チャンネル宮脇チャンネルとのコラボを計画しています、我々もすでに配信を始めておりますのでどんなコラボになるのかお楽しみにと、折島さん、はい、この間あの宮脇さんとね、ご一緒されましたが初めて、はい、楽しみでございます、まあ、ギターですよ、何しろギターかギターね、ギターちょっと練習しよう、はい、といったわけで、夜7時から配信はスタートしますので皆様お酒とご自身でお料理片手に、オンライン飲み会のノリでご覧ください。よろしくお願いします。